皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座、主に生活、地球環境、エネルギー分野2021-22担当過去問解説編ユニット1の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。皆様よろしくお願いいたします。ではまずですね、お手元に置いてほしい教材の方から、申し上げます。はい、こちらのですね、過去問集ですね、番号の方こちらよろしいでしょうかね、こちらの方でご確認ください。末尾905になっております。それから過去問解説集ですね、この地球生活、地球環境、エネルギー分野になります。末尾が908ですね。この2冊をお手元の方に主に置いてください。そして申し訳ございません、使うかどうか分かりませんけれども、公式テキストの1と公式テキストの4ですね、使う場面があるかもしれませんので、皆様ですね、近くに置いていただければと思います。はい、4冊ですね。メインに使うのはレックの方の2冊ということでございます。公式テキストの方は少しですね、お近くに置いていただくという形になります。でですね、それぞれですね、8本分45分ということですね、コンパクトにお話の方をさせていただきたいというふうに思います。このですね、生活、地球環境、エネルギー分野については、はっきり申し上げますと、知識と知ってるか知らないかと、それからやや常識的なところがございますので、まあ頑張ってですね、申し訳ございませんが暗記していただくとかですね、そういうところが大事になっておりますので、過去問を通してよくできるところを中心にやっていただければというふうに思っております。はい、でどうしてもですね、45分ですので、少ししか解説できませんけれども、解説冊子の方はですね、やや詳しめにご説明の方が載せてあります。周辺知識につきまして、例えば選択肢のですね、他の正解肢じゃない足についての解説など、周辺知識も載せてございます。そういうところもしっかり読んでいただくといいかと思います。また皆様にはですね、公式テキスト全体構造については、これですね、公式テキストを1から10まで全部読まなくて、まず私の全体構造を聞いてすぐに問題やってくださいねと申し上げたと思いますので、こちらの解説集ですね、こちらの方をまあメインに使っていただければいいかなと。こちらの解説集から知識を、定着していただければと思います。じゃあまずですね、過去問集の方は投資番号の21ページですね、ちょっとプレゼンターの方、私の顔を見てても仕方ないので、こちらですね、この問いの22で21ページですね、こちらからという形になります。よろしいでしょうか。はい、じゃあですね、あとは、解説集の方ですね、もう皆さん解いていただいたというのを前提に見ていきたいと思います。で、丸とかペケとかですね、私正解詞言わない場合がございますけれども、解説集にも書いてありますので、私が正解詞言わなくてもですね、丸かペケかどの、あとかいが入るかね、分かると思いますので、言わなくてもですね、ご了解いただければと思います。じゃあ見ていただきたいのはですね、いいですか。はい、2022年10月8日10時から12時の問いの22の問題ですね、こちら出ておりますね、問いの22ですね。で、番号の方はですね、21ページ、投資番号21ページです。解説冊子は2ページということになります。解説冊子ですね、生活、地球環境、エネルギー分野の解説冊子の方は2ページからということになります。お手元の方にご用意いただければというふうに思います。では、もう3分経ってしまいましたので始めていきたいと思います。まず問いの22の1番、これペケということになりますね。染色については、分け方としては先染め、後染めというのがあります。で、後染めの中に、ですね、新染とそれからナッセン、いわゆるプリントというのがございますので、ナッセンはこれは、後染めの代表的なものということになるということになります。ですから、まあちょっと覚えていただく形になるのかなという気もしてます。はい、次の22の2ですね、こちらの方はペケということになるんですけども、原産国表示とかですね、サイズ表示、こちらについては法律上の義務ではございません。ほとんどのですね、服にはついてるかと思うんですけれども、そういうものではございませんので、まあこの辺のですね、
ところも少し抑えていただければと思います。あと組成表示って何ですかって言われると、これ服に使われている素材とかね、その割合なんかがラベルとしてついているものだということになります。解説冊子の方の米印にもご説明あるかと思いますので、そちらの方をご覧いただければというふうに思っております。じゃあ次、問いの 22-3 はこちらの方は丸という形です。でドライクリーニングというものになるわけですね。でまずドライクリーニングの前にですね、解説集の3ページご覧ください。解説集ですね、あの方ですね、解説集の方ですね、はい、3ページ見ていただきますと、いわゆるクリーニング屋さんのクリーニングっていうのは3種類あるということです。解説冊子の3ページの1行目と2行目ランドリードライクリーニング、あるいはウェットクリーニングが行われるということでございます。でランドリーというのはですね、家庭用の洗濯をいわゆるクリーニング屋さんでやるという形になりますので、ワイシャツとかそういうものをイメージしていただければいいかなと思います。高温でゴシゴシ洗うというイメージになるわけですね。でクリーニング屋さん独特のものとしてドライクリーニングとかウェットクリーニングというものがあるということになります。でドライについてはこれは有機溶剤を使って洗う洗い方という形になります。いいですかね、あのスーツとかね、そういうものを洗うようになります。まあ、要するに家庭で洗うことができないものというようなイメージでいいかと思います。で有機溶剤についても一応ご説明の方、載せてありますので、軽く見ておいていただければと思います。はい、次18、ごめんなさいね、問いの22-4になります。解説集は4ページでございます。これも知ってるか知らないかなんですけど、世界で最も生産量の多い、繊維はこれポリエステルということになりますので、まあそうなのかなと思っていただければ結構かなと思います。ですからこれもペケと、問いの22-5ですね、こちらもペケなんですけど、布の吸水性と伸湿性は同じ言葉かということですけれども、こちらはペケということになります。はい、まあ、言葉が違いますのでね、ペケかなというふうに、まあ、予想もつくのかなという気がしますけど、なかなかですね、言葉があの字が違っても同じ意味はありますのでね、難しいのかなという気もしますけれども、まあ、なんとなくですけどね、違うのかなというふうに思っていただいてもいいのかなと。でポイントとしてはキーワードですとですね、私の、ごめんなさい、解説集のですね、4ページの5のところですね、5のところ、足の5のところの1行目、吸水性とは水を吸収する性能、まあそのまんまということでございます。で吸湿性ですね、こちらの方アンダーラインで引いてありますね。はい、どうでしょうかね、5のところの 1,2,3,4,5 行目でしょうかね、はい、水蒸気を吸着する性の蒸気というようなイメージで捉えていただければいいでしょうか。吸水性は水を吸収、まんまですよね。はい、吸湿性はこれは蒸気ということ、まあ厳密と水蒸気ということでございますので、少しキーワードでですね押さえていただいてもいいかなというふうに思っております。